こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではぽっちゃり体型の男性に似合うアイテム、似合わないアイテム、それぞれですね、5点ずつ皆さんにご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、この動画にもですね、結構いろんなコメントがつくわけなんですけども、その中でもですね、ぽっちゃり体型の場合、どういった服を選べばいいですかというご質問が結構ですね、少なくないんですね。まあ、確かに僕らですね、30代から40代になってくるとですね、体型がかつてのようなスマートな状態ではなくなってくるわけですね。どうしてもお腹が出てきたりだとか、以前とは違った体型になってなかなか洋服が似合いづらくなったなというふうに感じている男性も少なくないのかなというふうに思っています。まあ、確かにですね、体型によってどんな服が似合うのかというのは変わってくるわけなんですね。まあ、もちろん大枠は変わらないんですけども、そのあたりはですね、体型によって少し変換してあげる必要があるかなと思うので、まあ、今回の動画を見ていただければ、ぽっちゃり体型の大人の男性がどんなものを着ればいいのか、そしてどんなものを避ければいいのかがですね、かなり理解できるようになるかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的なアイテムを解説したいなと思ってるんですが、まず1つ目、似合うアイテムなんですが、今僕がですねご紹介するようなこういったシャツ系のアイテムはよく似合うかなというふうに思っています。まあ、トップスの代表格として結構シャツ系のアイテムというのは、まあ、定番的かなと思うんですが、もう一つですね、代表的なものがありまして、それがですね、こういった T シャツかなというふうに思ってます。まあ、どちらもポピュラーなものでもあるんですが、まあ、ぽっちゃり体型の方の場合はお腹のですね、この丸みをなるべく隠したいんですね。そういった意味では生地にちょっと張り感があるものの方が断然ですね、お腹の丸みはカバーしやすいんですね。まあ、こういった T シャツでなおかつサイズ感がジャストだとかタイトなものだとお腹の形がそのまま出てしまうので、あまり素敵には見えづらいんですね。ですのでぽっちゃり体型の方はですね、こういった T シャツではなくてシャツ系の方がですね、張りがあって清潔感も漂いつつも、なおかつですね、体型のカバーができるので、すごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、夏場であればオープンカラーシャツですね、こういったものがすごく似合いやすいかなと思いますし、まあ、それ以外のですね、秋だとか冬だとか、もしくは春ですね、そういった3シーズン活躍するのはこういった長袖シャツですね。今僕が持ってるのはこういったストライプ柄なんですが、まあ、こういったものはより縦の感じがですね、強調されるのでスタイルがよく見えるので、より似合いやすいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、こういったシャツ系を揃えていただくのと、あとはサイズ感なんですが、シャツもパンパンにですね、タイトなものを着るのではなくて、今トレンドであるややゆったりめのシルエットを着てもらうと今っぽくも見えつつ、なおかつ体のラインが隠れるのですごくバランスがいいのかなというふうに思っています。そして先ほどですね、 NG に挙げた T シャツなんですが、これもですね、どれもが NG というわけではなくて、ユニクロ U のエアリズムのですね、オーバーサイズ T シャツ、これであれば最初からゆとりがあって、なおかつですね、生地に張り感があるので割とですね、体型が隠れやすいかなと思うので、もし T シャツが着たい場合はですね、そういった生地の厚みだとかシルエットのゆったりさというところを意識してもらうと、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、僕がですね、大人の男性に似合いやすいアイテムとしてよくご紹介するのがニットというアイテムなんですね。これはですね、アイテム自体に程よく綺麗な感じが漂うので、全大人の男性に似合うような鉄板なアイテムかなというふうに思っています。ただですね、ぽっちゃり体型の方の場合気をつけることがありまして、今からですね、2つのニットをご紹介したいなと思ってるんですが、1つはですね、ちょっとこうざっくりめのニットになります。まあ、肉厚でなおかつ表面の凹凸感があるようなざっくりめのニットですね。でサイズ感も少し緩めです。一方でこちらはですね、生地が薄めでタイトめのですね、綺麗めなニットになります。ぽっちゃり体型の男性が似合うのはですね、
こちらのざっくり系のニットですね。サイズ感もタイトなものだと、先ほどもお伝えした通り体型をそのまま拾ってしまうので、あまりですね似合いづらいんですね。そういった意味ではタイトなニットは選ばない方が断然バランスがいいのかなというふうに思っています。このようなですねざっくりとしたニットだと、どこか男らしくて適度にカジュアルな印象も強まりますので、あまりですねキザっぽく見えるようなアイテムは避けて、少しカジュアルめに振ってあげた方がキャラクターとも合わせてですね非常にバランスがいいかなと思うので、ニットを買うのであればざっくりめ、中肉厚ぐらいのものを選んでもらうとすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目はですねボトムスなんですが、まあ様々な選択肢がある中で、ぽっちゃり体型の男性に似合いやすいのは、僕が今履いているようなこういったブラック系のイージーパンツですとか、スラックス系のアイテムなのかなというふうに思っています。まあこういったアイテムというのは、もも周りだとかお尻周りは適度にゆとりがあるんですね。ですのでビチビチなタイトではないんですね。一方で膝から下にかけては細くなっていくので、適度にですねメリハリが効いていて、さまざまな体型の方に似合いやすいんですね。まあぽっちゃり体型の方だと結構お腹周りだとかもも周りが張ってしまうことが多いんですね。そういった点ではこのあたりはですねゆとりを持たせたいんですが、膝から下に関してはそんなにですねボリューム感って出ないので、ここはテーパードが効いていて適度に細身のものの方がバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。まあ意外とですねワイドパンツみたいなものも似合いやすいんですが、ぽっちゃり体型な上でさらにシルエットも大きくしすぎてしまうと、どうしてもですねさらにシルエットが大きくなってしまうので、テーパード型のようなメリハリの効いたようなシルエットの方が僕は似合いやすいのかなというふうに思っています。で色合いに関してもですね、ブラックだとかネイビーのような濃い色だとやっぱり引き締まって見えるんですね。その点でスタイルがすごくよく見えるので、こういった濃い色のパンツがすごく使い勝手がいいかなというふうに思っています。一方で NG となるのが、同じブラックでもスキニーだとか、まあ、かなり細身のジーンズですね。こういったものだと足のラインがそのまま出てしまって、あまりスマートに見えないので、ピチピチのサイズ感というところは避けた方がいいのかなというふうに思っています。これだったらまだワイドパンツの方が全然雰囲気が合うかなと思うので、こういった細身のパンツというのはどちらかというと体型がスリムな方が履いた方がバランスがいいですし、あとは先ほどもちょっと触れましたが、ぽっちゃり体型の方はキザっぽく見えるアイテムよりも少し親しみやすさがあるようなアイテムの方が似合うので、こういったスキニーっぽいものよりは、僕が履いているようなテーパード型だとかややワイドくらいのイージーパンツとかの方が合いやすいかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、アウターですね。まあ様々なアウターがある中で、ぽっちゃり体型の方に似合いやすいもの、まずは軽い感じのアウターであれば、僕がおすすめしたいのはこういったナイロン系のジャケットですね。まあこういったスポーティーなアイテムというのは、ぽっちゃり体型の男性には意外と相性が良くて、適度にカジュアル感があるんですが、キャラクターとマッチしてすごく似合いやすいので、ぽっちゃり体型の男性であればこういったナイロンジャケットは一つ持っておくとめちゃくちゃ便利かなというふうに思ってます。僕が愛用しているのはアークテリクスのスコーミッシュフーディーというモデルなんですが、こういった薄手のものでもいいですし、もうちょっとパリッと張り感のあるようなものだとなおですね似合いやすいかなというふうに思っています。まあタイトなサイズ感で着るよりは、まあ適度にややゆったりぐらいを目指してサイズを選んでもらうとバランスがいいかなと思うので、こういったナイロン系のジャケットはぜひ一着は揃えてみるのはいいかなというふうに思っています。一方で今僕がご紹介するようなこういったジージャンのような着丈がですね結構短くてかなりカジュアルめなアイテムは意外と似合いづらいかなと思います。まあどうしても着丈が短いとですね、どうしてもお腹の部分が強調してしまいますし、あまり縦長感が出ないので、なかなかですねこういったジージャンのような着丈が短すぎるもの、お尻がそのまま出てしまうものはバランスを整えるのが難しいので、ちょっと避けておいた方がいいのかなというふうに思ってます。まあジージャン自体がすごくカジュアルなので、カジュアルな中でも少し色味も含めてシャープさの漂うようなナイロンジャケットの方が使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のアイテムなんですが、
冬に着るような重量なんですけども、まあ、この中ではですね、まず OK アイテムとして皆さんにご紹介したいのは、こういった着丈の長いですね、ステンカラーコートですね。これは似合いやすいかなというふうに思ってます。まあ、縦に長いアイテムだと結構ですね、縦のラインが強調されてスタイルがよく見えるんですね。またお腹の張りもですね、うまく隠してくれるので、このような着丈の長いロングコートは意外と相性がいいかなというふうに思ってます。まあ、このようなロングコートだと結構ですね、チェスターコートと呼ばれるようなさらにきれいめなコートと、あとはステンカラーコートのような A ラインといって、少しですね、裾に向かって広がるようなシルエットものと2種類あるんですが、まあ、個人的にはこういった A ラインのコートの方がすごくバランスがいいのかなというふうに思ってます。まあ、チェスターコートというのはかなりきれいめで、どちらかというとですね、少し着さのあるアイテムなんですね。それもまた良さではあるんですが、こういったステンカラーコートの方がカジュアルで普遍的で、なおかつですね、ちょっと親しみやすさみたいなものも感じるので、まあ、キャラクター的にもこういったものの方が似合いやすいかなというふうに思っています。まあ、僕が今持っているのはネイビーで、まあ、色的には引き締まって見えるんですが、まあ、ベージュみたいなものもあるんですね。まあ、スタイルがよく見えるのは圧倒的にネイビーなんですが、こういった柔らかい色も結構ですね、ぽっちゃり体型の方には似合うんですね。ですので、なるべくシャープに見えようということで、色をブラック一色にまとめるのも悪くないんですが、ベージュのコートを着て、ボトムスは今僕が履いているようなブラック系で引き締めれば、そこまでスタイル悪く見えないので、色合いに関してはですね、好みで選んでもらえればいいかなと思います。縦長で A ラインのコートはすごく似合いやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。一方で NG なのは、丈の短いPコートみたいなアイテムですね。こういったものは先ほどもお伝えした通りかなりカジュアルに見えますし、お尻が見えてしまうとですね、なかなか素敵に見えづらいので、ある程度着丈があるようなものの方がバランスがいいのかなというふうに思っています。その点はですね、今回ご紹介したようなこういったステンカラーコートの方が縦長感がしっかりとですね、強調できるので、こういったものをぜひ選んでいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、ぽっちゃり体型の男性に似合いやすいアイテムと似合いづらいアイテム、それぞれですね、5点ずつ皆さんにご紹介をさせていただきました。まあ、結構ですね、これは持っていたなとか、これよく着ていたなというものが NG アイテムの中にもあったかなと思うんですね。まあ、そういった場合はですね、 OK アイテムを着ながら全身のバランスを整えてもらうとすごく良いのかなというふうに思っています。まあ、いくつかポイントがあって、お腹の丸みをですね、なるべく隠すためにちょっと張り感のあるような素材感を着るだとか、あとは着丈の長いもので縦長感を出すだとか、まあ、こういった点をですね、意識してもらうといいかなと思いますし、あとはキャラクターですね、キザっぽいものよりは少し親しみやすいものを使いながらですね、自分のキャラクターとマッチをさせていくというのがすごくバランスがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも今回のポイントをですね、取り入れていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。